はい、こんにちは、ピカですけどね、 VR やっていきたいと思います。これ知ってる？クエストプロって言って22万円ぐらいして、ね、ちょっと高いんだけど、まあ機能としてはね、安いのとほぼ変わらないんだけど、ちょっと綺麗っていうだけでね。これがね、作る世界がもう未来なのよ。それをね、今日はやっていきたいと思います。世界初の試みかな、多分ね、だと思いますよ。これをね、かぶったまま生活できちゃうっていうね、そういう不思議なものになってんだよね。なぜかというと、これ被るとね、もう完全にこう真っ暗なのよ、中ね。もうただディスプレイが見えてるだけだから、24時間365日とは言えないけど、これつければもうね、バーチャルの中にずっといられるって。現実社会どうなるかっていうとね、そこがすごいのよ。このね、前についてる2つのカメラ、これでね、もうほぼメガネの役割を果たす。ここの中でこう見てるんだけどね、見てる映像はもうそのディスプレイの映像なのよ。まあ立体だけどね、2個あるから、それぞれ違う映像を見せてるからね、立体映像なんだけど、それがね、左目のカメラは左目に、右目のカメラは右目に行っているという。だからもうメガネなのよ、これ完全に。だからもう視力とかもほぼ関係なくなるっていうような世界がね、もう来てるんだよ。でね、一つ疑問、これつけたまんま運転できるんじゃね説。これつけたまま生活してる人結構ね、まあ YouTube ではいるんだけど、これつけたまま運転してるやついないから、今日はね、これつけて運転してみたいと思います。ただこれ普通に運転すると違法かどうかちょっと分かんないけど、まあ危ないし、まあ、違法っぽい感じもあるじゃんね。だってディスプレイ見たまま運転してんだからさ、このカメラで。なので今日はね、 SIM の方でやっていきたいと思います。 SIM じゃないと危なくね。じゃあまずね、ちょっとこのディスプレイの映像に切り替えてみたいと思います。これかぶってね、俺がどんな感じで見えてるのかをね、やっていきたいと思います。それではちょっとバーチャルの世界へ行くぜ。こんな感じで、これバーチャルな映像なんだよ。これね、部屋の中結構暗いんだけどね、こんな明るく見えちゃってるわけね。でこれはまあ普通にカメラの映像じゃん、カメラの映像なんだけど、これだけね、これだけ、これバーチャルの世界なんだ。つまりこの周りはカメラの映像なんだけど、これだけね、なんていうのかな、まあ、そういう環境になってるっていうことなんだよね。これちょっと分かりやすくさ、完全バーチャルの世界へ行ってみよう。いや、ほらほら、これ完全バーチャルの世界なのわけよね。これバーチャルの世界、こうやって いけねえなどうやって行くの、どこは行けるの、ここは行けるか、はいこんな感じでね、こうバーチャルの世界じゃないですかね。こう周りを見るボタンっていうのがあって、これ周りを見るボタン、周辺確認ってね、これ押すとこんな感じで、だからさ、この画像めちゃくちゃ綺麗だから、俺に見えてる画像がね。でしかもこう立体視なのよ。だから皆さんにはこうただカメラの映像って感じで見えてますけど、本当にこうメガネかけてるのと変わんないぐらい、まあ、多少画質まだ荒いけどっていう感じ。これがもうだって完全にこうメガネみたいな映像になったら、もういらねえじゃんっていういらねえじゃん、いや肉眼いらねえ、肉眼っていうか、もう ずっとディスプレイ見てられるじゃんっていう世界がもう来てるってことなんだよ。でね、この中でもちろんね、こんな感じでバーチャルの世界にこう開いてね、VR 映像とかで、ほら、こんなね、画像を、こんな画像で、ね、立体映像なんだけど、見ることもできちゃうっていうね。はい、見ることもできちゃう。見ることもできちゃいます。ちょっと待ってね。ちょっと待って、これ酔うから、酔うから。俺も酔うからやめて。やめてもらっていいですか。はい、このちょっと VR の説明をすると、なんかね、もう本当にこういう風に、すごくない？こう、ウィンドウがね、こういう風に、こう、こっちに配置しといてとか。でこの中でね、もう仕事ができちゃったり、動画見れちゃったりね。で、この辺ではちょっと動画見るとか、いろいろゲームやりながらとか、これすごくない？すごくない？すごいのよ。もうちょっと俺も操作が、ね、なんか操作がほらほらほら、こんな感じで、こんな感じでウィンドウ開いて、もうこんな感じでこうね、操作するっていうことが、まあ、できちゃうっていうね、そういう優れものなわけなんですよ。とにかく VR が。だからもうこれで外見えてるし、ウィンドウになってるし、ずっとこれかぶっててもいいかなっていう気がしているので、まあ、早速ね、まあ、この辺の説明はね、他の人いろいろやってるんでね、早速、これちょっと待って、これ戻りたい、すいません、邪魔なんですけど、君たちちょっと一旦消えてもらって、一旦どうやって消すのこれ、どうやって、これはどうやって消すの、あ、こうやって消すのね。はい、これをね、ちょっと連れてね、こっち行ってみよう。ちょっと待って、移動したい、俺、ちょっと待って、どこ行った、あのウィンドウが、いや、いろいろほら、ついてるじゃん、これ。で、それでね、こっちですよ、それでこっち、ほら、来た。よっ、これで、このままね、
これで運転できるのかっていうのを、ディスプレイがねちょっとこう若干俺にはね、まあ、ハイライトとかしちゃってるし、モーションシムになっちゃってるしね今ね。これで運転ができたらすごくないっていうね話っすわ。いける？お、いける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 けど、ちょっと待って、マジでちょっと見づらいで、いけるか、これ大丈夫か。おお、遅延とかはちょ、音はね出てないんだけどね、音は出てないけど大丈夫かこれ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、これ運転できるけど全く見えないなあ。ーこれちょっと、ま、前が 見えづらい。あ、まあ、実車だったらあなんとなくこっちが甘いかなっていうね感じで、え、ちょっと待って、すごい見えづらいんだけど、何速になってる？わかんない、怖い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 。あ、ちょっと待って、うん、だからコントラストとかだよな、だからもうちょっとこう、もうちょっとやってくれたらいけんだかもしんないけど、ちょっと待ってね、ちょっと待って、あ、こっち回ってんだ、こっち回ってんな、スパフランコンシャン走ってますけどね。ね、ちょっと難しいな、ちょっと難しい、いろいろすいません、ちょっといろいろ難しいっす、すいませんね、すいませんね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい。これでね、センタリングができるかな。そうだね、これを出してね、これこういう風に出してね、まあまあ要はなんかこんなとこにこんなウィンドウとかを出しながらね、こんなウィンドウを出しながらこうやってね、まあこうやってこういう感じでこう運転ができるってことなのよ。ね、わかりますか、わかりますか、今何速になってるか、何速、3、え、わかんない、わかんないです、今何速になってますかこれ。ちょっと待って、え、2速。すいません、これちょっと運動邪魔ですね、運動邪魔です、はいはいはい。おー、来た。ちょっと待って、あー、だいぶ見える見える見えるぞ、見える、こっちだ。もう普通に、まあだからこれ前が、あ、遅延的にはどうなんだろうね。ポコポコ言ってますけど、ポコポコ言ってますけど、ああ、見えない、見えない、見えないけど、まあまあ、全然これ、普通に見えたらさ、これディスプレイだからだよね。ディスプレイ、ちょっと待って、音がね、出てないのが気になるんで、ちょっと今、音出してきます、音出しに行こう。OBS を切り替えなきゃいけない。OBS がね、これになってると、この画面だとね、こっちだな。え、こっちだと音出る？音出ない？ほらね、こういうことまで、これ今、かぶりながらやってるからね。だから、あ、ここ通っちゃってるけど、これどうすればいいとかね。通っちゃってるけど、ちょっと待って、このケーブル邪魔だなとかさ。ね、よいしょよいしょ、こっち来んじゃん、こっち来んじゃん、ちょっと待って、ちょっと設定しよう、設定、デバイスシステムデフォルトにして、これで出るじゃん。あれ出ねえな、音、あー出ねえな、出ねえわ、もう音出ないから俺がブーン言うわ、ブーンブーン、よいしょ、いけるか、いけるぞ、真面目に運転してみよう。いやだから本当に、うよよ、ちょっとハンドルが、え、これいい、これいけてる、200m、 100m、 看板は見えるぞ、看板は100m からブレーキングして、こっちです、あーっと、ちょっと滑ってる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 のはモーションシムでわかるね、8軸モーションシムを使ってます。音出したかったな、音出したらもうちょっと、どこに走ってますか俺。もうこれまあまあまあスパぐらいだったら本当に、まあ目つぶってても運転できるっていうぐらいの、うん、ブレーキ、うー、そっち回ってる、かすかに見えるぞ、かすかに見える、あー、ここ
あーやばい、スピンする、あーはみ出る、はみ出た結構ちゃんと走ってるよね、結構ちゃんと走ってるよ俺ね。こんな感じでブレーキ、ブレーキ、あーはみ出た、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 ちょっとオーバースピード、オーバースピード、あー逆行く、逆行く、あースピンする、大丈夫すごいな、モーションシムでなんとか支えられてるな。ちょっと待って、なんか見え方がさ、いろいろあるんだよな、もうこのカメラを、カメラのいやこれマジで見えない、いやこれ実写だったらいけ、実写だったら、でもなんだろうな、前運転できなくないな、できなくない、できなくない、よしこっち待って、さあ一周できるか、シフトアップ、はいこれほぼほぼ俺目つぶってても運転できるんだな、ここな、うん、なんかそんな感じだよな、ハンドルの、ハンドルのこの辺の際がさ、なんかうまく表示してくれないから、丸いハンドルを使ったのはちょっと失敗だったかもしれない、うん、よいしょ、前回のコーナーで次のブレーキング、ブレーキング、おお、ちゃんとね看板が来て、この辺からブレーキング、まあちょっと今86だからね、あーちょっと待った、行き過ぎた、こっち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 、はいホームストレート来た、 DRS って書いてあるけどホームストレート来た、どっちホームストレート、どっち、あーなんか黒旗出ました、黒旗まで出てる、はい、ということでね、まあ一周してきたという感じにはなりますけど、どうなんだろう、もうちょっとだから、どのなんかねえ、コントラストが皆さんにはどう映ってるんだろうね、どう映ってるか分かんないけど、まあ、もうちょっとちゃんと映ってるかもしれない、俺にはね結構明るめに映ってて、なのでこんな感じでなんかこう情報とかね、マップを表示しながらとかね、これがまあ未来のね、コントローラーも、まあ、ジェスチャーコントロールってね、こう指でこうタッチして動かせるんですよ、これもね、それちょっと今設定してないけどね、そんな感じで未来の感じだよね。だってもうこの撮影自体がこれをはめたまま今全部設定したからね全部設定したじゃん、これも触れるしさ、だからなんか新しい世界来てるよっていうのが、まあ私の中ではもうこれはもうこのなんだろう、本当にこう VR ヘッドセットにカメラがついたことによって、あらゆることがこうカメラの性能に左右されて、これもう夜間でももうすごい明るく見えるじゃん、ナイトスコープみたいな感じになればさ、もう夜とか関係ないし、でなんか人を自動認識するとかさ、カメラで撮ってんだからね、とかこのカメラも使って自動運転するとかさ、なんかそういう世界が来るんじゃないかなっていうね、うん、ことをやっぱ今ちょっと思ってますね。なので VR ヘッドセットをつけて、なんかね自動運転無理とかいう話もあって、今自動運転が来るよりもこの VR セットをつけて運転した方が安全っていう時代が来る可能性はあると思うんだよね。そうだと思うよ、スマホ見ながらながら運転するぐらいだったら VR でなんか出しとけよって話だと思うんだよね。そうするとまたこのなんだろうな、この VR がずっとね、今も録画ずっとこれヘッドセットで録画してるんですよ、これね最初のとこ以外は。なのでこのヘッドセットで録画するっていうことが当たり前なんで、人の一生がこうデータとして残る世界が来たりもね、いよいよそういうね世界が来るんじゃないかなっていう。メタバースの VR の世界で生きるっていうことよりも、やっぱりこうカメラとねヘッドセットのセットで、まあ、複合現実 AR をそういう形の中で生きるっていう方があるんじゃないかと思うんだよな、なんかそっちの方が確率としてね。なのでちょっとね、まあまあディスプレイこれ今ちょっとバグったね、ちょっといろいろね設定してちょっと見やすくはしてるんだけど、実際私が見えてる絵はちょっと白飛びしちゃって、道路がねあんまり見えないっていう感じになってますね。であそこに出てるタイムの文字とかも、まあ、ちょっと見えないかなっていう感じ、数字が出てることはまあ分かるけどっていう感じ、あの上に出てる英語もちょっと見えないねぐらいの解像度ですが、まあ当然ね、このこっちの方に出てる、こっちの方に出てるやつはね見えてますよ当然ね。ここはもうめちゃくちゃ綺麗に見えてるのよ、だからこれと同じぐらいの解像度で外側もねカメラが向上して、まあ、見える、さらにはもっとね 8K8K とかのねディスプレイプラス高解像度のカメラが2つついて、しかもあの夜でも見えるっていうようなものがつく、そして
ヘッドセットの中にコンピューターが内蔵されて、まあこれも内蔵されてますからね、うん、でそれがもう Wi-Fi で飛んでてとかね、 5G で飛んでて、でそれと通信しながらソフトウェアとっていう、そういう時代がね間もなく来ますっていうことだと思います。そうするとその時に運転っていうのがどう変わるのかっていうねだったらなんかわかんないけど、どんな車乗ってても内装の見え方だけね、もうバーチャルになってとかさ、だからどんな内装でも変わりますとかさ、なんかそういう世界がね、実車に VR の彼女を乗せたりとかすることができるようになったりなんかしてね、そういうことができるようになってくんじゃないの、なんかそのね、だからそういうものになんかこう VR の彼女が値段がいくらとかさ、 VR でっていうような、それが AI を搭載していてデートできるみたいなね、実際車運転してデートに行けるんだけどね、車降りても映画館もあの VR の彼女と一緒に行けるとかね、いやだってヘッドセットずっとかぶってんだからいいわけじゃん。でヘッドセットをずっとかぶってるって世界になった時に、実際車を運転してどっかに行くという行為が必要なのかって話になってきて、いやだとしたら VR の中で別に SIM でいいじゃんみたいな、 SIM に乗ればいいじゃんみたいな、モーションして SIM に乗ればいいじゃんっていう世界が来たりなんかしてね、はい、そんなことも考えたりしますよね。いやそうやって一つ一つこう、まあ、思考実験ですけど、いや思考実験の域をちょっと超えてるメタバースの世界だよねこれはね、ということでちょっとね面白いことになってますって、皆さんね興味があれば、まあこのヘッドセットじゃなくてもね、もっと安い、5万円ぐらいのやつでも同じようなことできますからね、今メタのねやつ、はい、ということでまたねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねバイ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 、あこれで手振ってみようか、これで、はい、変なの、なんかこれ持ってるのとさあ手が重なってんだって、これすごくない、このトレース能力すごくない、すごいわなこれ、やばくないこれ、ほらこの出てる親指の影はバーチャル、バーチャルだからな、これすごくない、俺の親指映ってないからね、これ俺の親指じゃん、ほら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 、でもちゃんとそうスイッチのところ行ったところにこう行くっていうさ、こうやってこうやってこうやって、すごくない？じゃあね、バイバイ。